はい。おはようございます。こんにちは。こんばんは。ルイボスです。今回は、インスタグラムでもらった質問、回答の方をやっていきます。お願いします。質問、回答いきます。まず皆さん、あれ、僕に質問をたくさん質問してくれてありがとうございます。また、あれ、質問の機会を設けるんで、その時また質問くれたら嬉しいです。やっていきます。一つ目、ルイボスさんと腕相撲をしたいです。僕に腕相撲で勝てると思いますが、負けないですよ。ありがとうございます。まあ、僕はね、腕相撲今でやっいっぱいやってきたけど、全然強くないです、実は。けど今、筋トレしてるから、強くなっちゃってると思います。やりましょう。 次いきます。胃のバイパス手術をしようか悩んでます。リーボスさん太ってる頃考えたことありますかバイパス手術か。まあ胃のバイパス手術わからない人のために説明すると多分で胃の容量をその切って小さくすることによって多分食べる満腹度が早くくるから食べなくて済んで太りな太らなくなるのかな太りにくくなるっていうことですよね。 自分も太ってる時、胃切りたいってなって思ったことある。やっぱね、どうしても胃が大きいからいっぱい食べてしまうから、切りたいなと思うことあったんだけど、今の発想は、やっぱね、食べれるってこともすごい重要だなと思う。まあ、俺は今、ボディビルをやってるっていうあ、やってるってこともあると思うんだけど、やっぱね、食べれない時もしんどいじゃん。例えば、調子悪くてなんかお腹空かないなとか。けどやっぱり、トレーニングとかね、筋肉をつけるとかっていう運動をしていくことによって、やっぱ食事重要だわけよ。だから、 ちゃんと食べることが重要だから、ぶっちゃけ今はなんかバイパスしようとは思ってないけど、昔はね、やっぱね、やればね、食事も減って痩せるかなと思って、やりたいなって思った時期ありました。けど僕的には、まあ、人それぞれあるんだけど、トレーニングしながらとか、運動習慣入れながら痩せていく方が、まあ、健康的にもいいかなって。あとちょっと怖くない手術。っていうのも俺はある。うん。まあけどね、あれ人それぞれいろんな状況があると思うので、ね、ちょっとあれ、いろいろ相談して、自分自身もいろいろ考えた末、 もしやるってなったらやってもいいかもしれんけど、俺はちょっとね、怖いことと、今のボディービルにとっては、バイパスシュしない方が、もちろん食べ、いっぱい食べないとチキッといけない時期もあるからさ。いっぱいというかね、普通以上に。だからそういうこともあって僕は今は考えてないですね。くしてもらいます。次、今年こそ海行きますか。海行きたいね。今ちょうどダイエットしてるから、夏ぐらいになったら、ちょっと痩せてきて、海行きたいっすね、やっぱ。うん、やっぱ痩せた。 っていうね、前も言ったたけどねやっぱ海初めて行く時すごい緊張した自分人の前で相当脱ぐのがもうコンプレックスでずっとねこの方脱いでなかったっけ子供の頃から大人までけど YouTube を通して2年前か1年前かそれくらいか、うんまあ、その時の写真載せてると思うんだけど載せてないかな、まあ、載せてると思うんだけどこういう形で初めて海で脱いですごい自分自身嬉しかったですねやっぱ今までコンプレックスでできなかったことを自分自身の物事によって克服してこれできることになったっていうすごい嬉しかったです。 次いきます投稿にいつもコメントすると迷惑じゃないかなと考えていいねだけすることがありますいや迷惑とかないですよコメントに嬉しいですよ僕もやっぱねちょっと忙しいこととかちょっとなかなか返事返せないことは申し訳ないですけどあるんですけど見るたんびにやっぱり、ね、しいですしか,やっぱしかもねやっぱコメントしてる人覚えますねあこの人いつもコメントしてくれて本当嬉しいなってコメントありがたいなって思ってるうんだから本当ね知ってくださいお願いしますそれを見たらね僕も頑張ろうと思うしあ本当嬉しいなって思うんでお願いします じゃ次いきますね <laughs> 注目が浴びるがゆえに恐怖を感じないわこれねありますねまあ、まあ、YouTuber さんとかインフルエンサーさんあると思うんだけどやっぱねどうしてもそのどうしてもっていうか嬉しいことで、まあ、僕のこと知ってる人たまにいるんですよ道歩いててもで話しかけられたりした時は普通に嬉しいんですよね「ルイボスさんですか?」って「あそうです」って,言って「見てくれてありがとうございます」ってめっちゃすごい嬉しいんだけど多いのが結構なんか。 コメントとかで、まあ、どこどこにルイボスさんいましたとか。で、やっぱね、どこどこで言われるって言って、まあ、恐怖というまだいかないけど、なんか、その時俺大丈夫だったかなと思うなんか、自分が見られてるって分かってないから、どこどこにいたってことは、俺見られてたんだと思って、なんか俺の、変な風に歩いてなかったかなとか、なんか変なことしなかったのかなって自分にしなんか不安になるから、そういう不安さはあるね。うん、嬉しいけどね。あとやっぱり、 YouTube とかも人がたくさん僕自身見てくれてると思ってて、すごいありがたいことです。で、その中でやっぱり変な動画上げちゃったりとか、やっぱ視聴者からしても不愉快な動画上げちゃったりとかした時に、結構ね、すごいいろんなコメントが来るんで、やっぱりちょっとね、申し訳ないというか、本当外出た時もなんか、なんか言われるんじゃないかって思う時あります。うん、そうですね、うん で次行きます。質問じゃないです。もともとイケメンで痩せたらもっとイケメン。あ,ありがとうございます。私も嬉しい。うん。やっぱ嬉しいですね。本当に継続の秘訣は、継続の秘訣は、うーんどうだろうな。やっぱ自分自身は無理しすぎないことだと思う。本当に。 無理するにしても、ちょっとずつ最初は無理しない形でくっつみ重ねていって、いつの間にかめっちゃきついけど、それが慣れてるって状態を作った方がいいと思う。最初からいきなり、痩せるから何も食べないですとかは絶対良くないと俺は思います。できるだけちょっと食事を減らすとかはいいけど、ちょっとずつない。だから、継続って1日とか2日とか1週間で終わるが継続じゃないじゃないですか。本当に長く生活習慣レベル、例えば本当に長く続けていける何年とかってスパンって考えるときに、いきなり、 もう無理だろっていうのをやっちゃうと人間だししんどくなっちゃったりやめたくなったりしかもね体も悪くする可能性あると思うねだから適度にやっていくっていうのをちょっと無理しすぎないで適度にやってっていつの間にか自分自身が好んであもっとちょっとあの何て言うの難易度上げれるなってちょっともうちょっとまた上げれるなって思ってたらちょっとずつ上げるっていう形でやっぱねみんなあれ いろんな人継続して頑張ってる人いると思うんだけど、まあ、有名人とかでも、ね、野球選手とかでもみんな多分そんな感じだと思うよ最初からめちゃめちゃハードまあ普通の人から見たらハードかもしれんけどそうじゃなくてそれを積み重ねていっていつかね本当に人が見た時あっこのまできないっていうレベルになってるんだと思うだからみんなも最初はねやっぱ継続するためにはちょっとちょっとうずつだと思いますよ。うんそうですね、お仕事はこれ、ね、お仕事はねあの正直言ってあんまりねあの答えてなかった今まで。 なんでかっていうと、自分自身やっぱね、負い目があったと思う。うん。なんでかっていうと、ちゃんとやれてなかったから。けど今はちょっと僕はね、はっきり言えるようになりました。僕の今の仕事は、まあ、インフルエンサー、そして動画クリエイターとしてやってますね。けど今までは、自分自身やっぱ動画、YouTube とか、まあ、ちなみに詳しく言うと、YouTube と TikTok と Instagram と Twitter をやってるんですけど、まあ、Twitter はちょっと最近減ってるんですけど、うん、他はけどほぼほぼ毎日やってるんだけど、その、もともとはね、ちょっと更新頻度少なかったりとか、自分自身もね、 意識が足りなくてあんま上げれてなかったんだけど最近ほんと最近からなんだけど毎日上げようと思ってそれもねちょっと人に見てもらえるように人の役に立てるようにちょっと内容もねちょっと考えてって自分自身もね誇りが出てきましただからこそ今の仕事はっていう時にはっきり、まあ、インフルエンサーそして動画クリエイターという形で答えられるようになりましたねこれも僕の中でとても嬉しいことで今までやっぱ 仕事ってやっぱ定職じゃないとあれかなっていうイメージがあったんだけど、まあ、僕自身今やってることも僕の中で本当に仕事として大切だと思ってるんで僕の今の仕事はこれですうんこれんことが僕は今誇りですね僕にしかできないこともあるっていうのを見つけて僕にしかできないところを思ってるんでとても励みになってるしすごい誇りでありがたいことだなと思ってます、うん、筋トレの頻度はどれくらいですかあとチートデート儲けてますか筋トレの頻度はね今週5でやってます 週5回。で、チートデーはね、前は儲けてたけど、今はね、もう大会3ヶ月間なくなったかもしれん。うん。どうなんだろう。だけど、頻度は5回ぐらい。前はチートデーやってた。うん。最後行こうか。一番得意なトレーニングの種目は何ですかまたその種目のコツも教えてください。僕的にはベンチプレスですね。一番ベンチプレスやったんで、胸の種目です。コツは、コツか、やっぱり。俺的には、 高重量を扱いながら、丁寧な軌道で落ろすっていう。まあ、コツというのかなまあ、丁寧な軌道で下ろしていって、高重量を扱うっていうのが僕の中でのコツですかね。うん。姿勢もちゃんとフォームを整えながら。はい、こんな感じです。はい、じゃあね、見てくれてありがとうございます。今回僕の質問回答でしたで。この質問はインスタグラムからあれもらってるんで、もしよかったらインスタの方登録してください。僕のフォローしてください。そしたらね、また定期的にまた質問の方を伺うんで、その時もしなんか僕に聞きたいこととか、うん。 なリューボスこれ質問してやるよっていうぐらいの気持ちで言ってくれたら嬉しいですね。僕もねこうやって質問が来ることによって答えられて僕自身も必要されてるんだなって思えるし僕も、ね、その質問答えることってみんなもねあのあそうなんだって分かることもあると思うんでこれからも質問募集したらお願いします。じゃあ見てくれてありがとうございましたまたねバイバイ